せーの、はい、はい、皆さんこんにちは、ゆくチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆくすん夫婦です。はいはい、こうなってますけど大丈夫です。ゆかは最近って右のが好きですごい右にいちゃいます髪の毛がはい、結構右にいてますね見えますからね見えますからね今日は何をしますか。今日は韓国の映画の英語の発音と日本の映画の英語の発音を比べてみます。はい、動画のタイトルの日韓の違いについて話していこうと思います。はい、早速いきましょうか。はい、はい、まず1個目、韓国ではこの映画をなんて言いますかね。アマゲドン、有名ね。有名、アマゲドン、あのおっぱいの下でさ。そうそうそう、アマゲドン見てない人はいないと思うけどね。そう、でもアマゲドンってびっくりした最初。俺もじゃあニオはなんて言うんですか。せーの、アルマゲドン。アルマゲドンそう、この間インスタ見てる人分かるかもしれないけど、うちらほんとびっくりしてさ。そうそう、私アルマゲドンだと普通に思って今も思ってるけど、うん、アルマゲドン見たいって言ったの。したらすんちゃんはアルマゲドンって言って、なんか可愛い。アルマゲドンってでもなんか激しい。なんで激しいの英語のね、発音を調べてみたの、うんうん、これなんだけどさ、いくよ。アルマゲドンどっちが近い。アーマゲドン、だからアーマゲドンとアルマゲロン、どっちも違うんだね。そう、アーマゲドン、これが本場でした。はい、2個目。はい、まあアベンジャーズとか最近さすごい有名じゃん、うん、で韓国でチョンドゥンエシントールがいるの。うん、まあいいかも。分かるじゃん、トール分かるじゃん。この映画の、この映画はどうやって言いますか。韓国語では、はい、トール。トール。トールでね。トール。そう、トールだよね。ああ、日本語だとマイティーソー。マイティーソー。マイティーソー。多分。まずだからトールの部分がカタカナになるとソーになるんだよ。ソール。じゃあソー。だからマイティーはどっから来てるかわかんないんだけど、ソーが多分そのトールがソーになっちゃったの。やっぱそうだ、トールって、うん、トールって THOR なんだけど、これを Google 先生に任せても、はい、そうになります。いくよ。そうそうそう、だから日本の彼女が行ったらトール見に行こうじゃなくてソウル見に行こう。そう、違う違う、そう見に行こう。そう見に行こう。そうそうこれ間違えないでくださいね、皆さん。危ない、危ないよ。トール助けてって言うけど、日本はそう、助けてだよ。そう、はい3つ目、この映画ですね。じゃじゃん、この映画は、うん、韓国語ではフェスト・エン・フュリアス、憤怒へ集中ですね。はいはい、私が一番学生から、うん、もう日本でのなんて言いますか、なんていうかのワイルドスピード。ワイルドスピードだってそう、だから最初ファスト・エン・フュリアスとかその憤怒へ集中とかって聞いた時は何の映画なんだろうみたいな、シリーズでそんな有名なのあったっけって思ってて、うんうん、だからワイルドスピードって聞いたらなんか、ああれねみたいな、有名だよねみたいになるんだけど、そう、だから分かんなかったのでもまあワイルドスピードでも理解できる、なんか映画の内容とか見てさ、まあ、やっぱワイルドだしスピードだし映画の名前ってさ、その国民性を見て多分決めるんじゃない、うん、確かに。日本はワイルドスピードがもっと流行るかもしれないからワイルドスピードってやったけど、韓国はフェスト・エン・フュリアス、速い国ですから。憤怒へ散る中、はい、4つ目、この映画ですね。あー、この映画も結構まあこちらのオタク、あ、オタクだこちらの仲間たちらもみんな見たと思います。この映画はあのミイラですね。ミイラ、うん、オッケー。ミイラ、ミイラです。これも分かんなかったの。ミイラじゃん、ミイラ、英語でもミイラじゃないの。ミイラで英語のタイトルミイラか、はいでも私たちは違かったから、はい、なんて言うんですか日本は。せーの、ハムナプトラー。
すごいハムナプラだって。そう、まあ日本人は分かんないけど韓国の結構、うん、仲間たちらは鼻くそなもんは分かると思う。どういうこと？鼻くそなもん。ゆか鼻くそいっぱい出るからね、たまにそれ見て俺も習慣でさ鼻くそなもんって言うけど鼻くその鼻くそなもんって言うけどね、ゆかが結構鼻くそ出ますからその時私あ鼻くそなもんって言うんですけどね。いるかなこういう人分かんないけどね。日本は鼻プラもん、違う、ハムナプトラ、ハムナプトラ。だからなんでこんなに違うんだろうって思ったの。だから鼻くそなもんが、え違う、鼻くそなもんって何その主人公の名前、あの女の子のハムナプトラっていうのがなんかその時代のなんか、うん、あそうなんだ、なんかあれみたいな、なんかなんか調べたけど分かんない、すいませんちょっとアホですから、すいません。ここ目、韓国ではジャングっていう、ジャング、うん、まあ日本のあのアニメですけど、ジャングは韓国語でジャングなんでジャングっていうかなんか意味はないし、なんかあのハゲ坊主とか、ハゲ坊主めっちゃ言ってるやん。本当だ、言えすぎだよハゲ坊主って。何日本ではクレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんって言うの。そうだからなんかしんちゃんがさ、な何名前じゃん、うん、でもなんか韓国に来たらジャングになってたの、いやびっくりしたの。ジャングって、いやでもハゲ坊主はないやろ。いやでもね、本当にしんちゃんファンの人ごめんなさい。しんちゃんにハゲ坊主やろうって言ったらすごいな。大丈夫？1個目、はい、これはまあこの映画はじゃん、韓国語ではやっぱまあ、まあ、英語結構喋れますから私もキングコングですね。私はじゃあ日本ではキングコング、キングコング、キングコング。ちゃんと G も発音しないと、だからキングコング、そうかわいいよね、ま、しかもちょっと最後に1個、はいはい、なんすかなんすか、ボーナスね、で発見したのこの間コメントで、ハリーポッターのとさ3人いるじゃん、3人いるメインが、女の子の名前なんていう、ヘルミオンヌ。ほらこれ日本の皆さんびっくりだよね。えヘルミオンヌっていう、韓国ではヘルミオンヌなんだって、うん、どうなってそうなっちゃったの。マニ気分悪いよちょっと。日本だったら、はい、ハーマイオニーなの。ハーマイオニー、ハーマイオニー、ハーマイオニー、うん、ハーマイオニーちゃん、そうだからなんでヘルミオンヌになっちゃったのか、ヘルミオン、どっちが近いかな、いや映画でもちょっと想像してみ考えたらハーマイオニーって言わないやろ映画で、言うよ、気をつけてハーマイオニーって言う。ちょっと待って、クングウェドキドキのグーグル先生いきます、ハーマイオニー、ほらー当たった、ハーマイオニー、ハーマイオニー、ちょっとこれはまだ納得しません。これは負けてない、負けたくない、これは皆さんペクとかで、いやだ、バカにはしてないよ、でもこういう国の違いでいろいろあるなと思って、おもろい、おもろい、そうハーマニオニーって思わなかった、ハーマニオニーってない、あれどうですか皆さん、こういう日本と韓国のこういう違い、うん、もう面白くないかなと思って、うん、日本の友達とかあったり彼女あったり映画一緒に見る、なんか見に行くとき気をつけてくださいね皆さん、そうだね、なんか面白いなと思って、面白い面白い、うん、それでは、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします、お願いします、はい、次の動画で会いましょう、バイバイ、バイバイ。